ディアマイフレンド、いや僕だよ、僕たちは、はタロットさんとソニックさんだよ。わあ、ソニックさん、わお、そうですよ。タロットさんがちょっとなんか布にくるまれてるけどね、くるまれて優しさに包まれたならチャオズーなんちてね、タロットさん、ソニックさんです。やっほーい。はい、今日もですね、いつも通りの感じで行ってまいりますですね。行ってきまーす。お題、バン。あなたの婚活最善策。そうですね、今日はですね、婚活についてですね、4択で行ってみましょうね。4択、そうですね。朝自宅なんちて、はばっかだね、トシちゃん。何言ってんでしょうね。はい、そんな感じですね。昨日のお酒が残ってる。はい、そうですね。はい。タロットさんは残ってませんけど、ソニックさんお酒が残ってまーす。なんかビフォーアフターみたいな感じですね。はい、何でもいいです。行きましょう。な感じですね。今日は4択ということでね、一番目に向かってじゃなかった。そう、今日はですね、あれなんですよ。ソニックさんね、あれなんですよ。お友達からですね、ソニックさんが、大ファンの、あれですよ、カッチャンネルでソニックさんの、なんかリクエスト選ばれてましたよとかって、ソニックさん気づいてなかったんですよね。ビャーン!カッチャンネル!ね、ソニックさんがですね、タイ料理も作ってほしいですとね、カッチャンネルにね、随分前にリクエストしたんですよ。そうしたらいつの間にかですね、去年の、2017年の段階でですね、なぜか採用されてましてですね、ソニックさん気づいてませんでした。いや、でもね、お友達が教えてくれたのでですね、ソニックさんはですね、カッチャンネルと繋がりました。やったぜ、俺は大ファンだぜ、カッチャンのっていうことですね。はい、それがだけ、なんか、威張りたかったのだけ。じゃあ、ね、一番目に向かってゴー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 ね、じゃあ行こうかな。行こうかな。やばーい。いいってもそれはな。はい、じゃあごめんね。行くで。よしあね、おいさん。よいしょ。ね、ソニックさんです。ね、いいんですよね。昨日はですね、お友達のね、奥さんのね、レイチェルちゃんのね、誕生日会に行ってきましたけどね、まあ、レイチェルはね、学校の先生なんでね、お友達がですね、やっぱ学校の先生ばっかりなんですけどね、もうね、みんなね、あれ、なんつうの、育ちの良さというかね、苦労してねえ奴ら。本当に全然苦労してねえわ。な感じですわね。どうぞ、ニックさんだよそうですね。そうですね。今日もね、楽しくやっていきましょうかね。よいしょっとな。はい。ですな。それですな。最善策。最善策といったらですね、やっぱソニックさん7枚ですね。で、いきましょうかね、今日はですね。はい、行きましょう。こんな感じでですね。あなたのね、婚活についてですね、タロットさんがね、もうあれですよ。じゃあ、1、2、3、4ね。じゃあ、大丈夫ですね。そうですね。1、2、3、4行きましょうかね。じゃあ、はい。よいしょっと、これがね、1、2、3ですよね。はい。1、2、5、4。ね、これじゃあ、よいしょ。ね、はい、じゃあ、ソニックさん7枚。はい、じゃあ、上の3枚がですね、大きな流れ、下の4枚が自分で行動してしまう流れですね。この上と下がね、一緒だといいんですけどね、どうでしょうね。はい、行きましょう。じゃあ、まずですね、あなたの置かれてる立場を見ましょうね。大きな流れでは、バーン。そうですね、棒の女王様。これは、かたくなに信じる女性ですね。かたくなに信じる、信じてるね。信じてるから、このカード出るからね。で、これがですね、あなたが大きな流れでするべきこと。はい、これはですね、棒の1。なんかね、仕事をしっかり頑張るってやつですよ。これなんかね、もう婚活にも関わらず、いきなりも仕事を頑張れが出てきましたね。心の声ですからね。そこら辺もですね、見ておきましょう。はい、じゃあこれがですね、変えられない未来。変えられない未来ですよ。バーン。これはですね、お仕事に参加する。婚活なんですけどね、なんかもうお仕事になってしまいましたですね。それで言ってみましょう。はい、で、これはですね、婚活に対して、自分でしてしまう行動。バーン。はい、これはですね、お互い優先的なことがありながらの持ちつ持たれつ、これもですね、お仕事があって相手にもお仕事があってっていうことを望んでますね。それでこれがですね、婚活に対してね、あなたが行動こうしてしまいます。バーン。価値観の違う仲間。あれですね、意見を
あのね、プレッシャーを感じながら、なんとか合わせていける仲間、聖杯の3が逆位置ね。これがですね、あの、まあ、そう、あれなんですけどね。まあ、そういう感じで。で、これ邪魔をしていること、いきましょうか。これがですね、うん、間違った行動。そうですね、もう婚活と言ってるにもかかわらず、間違った行動いきなり行っちゃってますね。これが邪魔してますね。そんな感じで、うん、最終的に婚活はですね、まあ、ここ、自分で行動してしまう、ね、ところね、聖杯の王様が逆位置。これはですね、あなた婚活っつって今やってましたけどですね、もうあれです、ね、誰にでも愛想がいいんだけど、あなたにちょっと今、なんかこう、振り向こうとしてる男性がいるんです。聖杯の王様逆位置。ね、これはですね、間違ってます。なんだ、婚活ちゃんとしてください。なんかこの人は結婚できない人ですから。はい。うん、お互い優先的な持ちつ持たれつでプレッシャー感じるお友達ですけど、このお友達はですね、このね、大きなお友達はですね、あれですよ、結婚できませんからね。もうそうそうそう。だから、まあね、うん、まあ婚活、あなたの婚活最善策、まあ、仕事打ち込めってこと？あ、まあね、婚活なんなかったね。うん、まあ、そんなこともある。ね、はい。終了。まあね、シャーンでもあれでしょ、胸に手を当てて考えてみ、本当に。そうですよ。はい、なんかね、もう妙なテンションですね、今日はですね、ソニックさんはですね、はいはいはい。ね、まあ、そんなこともありますよね。うん、そうですね。さてとね、この後裏ね、タロットライブがあるけどもね、お酒抜けないだろうな、それまでにな。はいはい、じゃあ、2つ目に向かって、ガガ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 ね、いいですね。はいはい。ね、もうこれですよ。この辺で、手のひらひらが、なんか素敵。ね。そうですよね。ね、男の割には手が綺麗。そうですよ。なんかね、もう、なんかそうそう、パンパンパンって言って。なんだかね。なんだかですよ、本当に。はい、行きましょう。ですね、これがですね、ソニックじゃんだよ。ね。はいはい。うん、これがですね、はい、じゃあ、あなたの婚活再現策。まあね、うん、まあ、婚活言ってもね、もう、タルトさんも、この心そのまま拾うだけですからね。もうですよ。あなたが今、婚活どころじゃなかったら、婚活どころじゃないことが出ますよ、普通に。そこは。ここはね、うん。そうそう、もうタロットさん引き寄せますからね、あなたはですね。そうそう、あなたの心に忍び込む、イエーイ。そうですよ、なんだっけな今日な。そう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 、ああ、そうかそうかそうかさ、ああ、そうですよ、うん、ね、そうそうね、うん、ね、なんかさ、うん、言いたいことも言えるこんな世の中じゃメディスン。ね、そうそうそう、ああ、まあね、はい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 、しちゃったね、はいはい、そうですよ。ね、うん、トン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 、そうですね、はい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 、トゥ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 、そうですよ、なんかね、トン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 、ちょっと、さてさて、よいしょ、さてさて行きますかね、よいしょ、これがですね、はい、二つ目ですね、二つ目、ベベ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 、わーい、みんな元気。あー、ぐちゃぐちゃになっちゃったよ。今日は酔ってるね、ダメだね。あ、そうそう、ダメだダメだ、いつまでたってもダメな私ね、はいはいはい、女に生まれて。まあまあいいから、そんなことさ、はいはいはい、行くでよ、はい、もともと、ちょ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 、ね、あ、ソニックさんです、ユー。言うは言うよ、見は見よ。はいはい、行くよ、これね。はいはい。はい、じゃとりあえずね、婚活はあなたの最善策。まあね、そうだよ、みんな、婚活。まあでも、ちゃんとね、婚活で来てる人もいるでしょう。まあ、それがね、選ぶでしょうね。そうですね。はい、行きましょう。はい、ね、そうそうそうね。はい、ね、女子高生の皆さん。女子高生婚活しないけどな。あ、本当に。あ、はい、行こうか。はい、じゃあ、行くで、これ、バン。はい、まずですね、あなたの置かれてる現状。これはですね、恋人になるかどうかは自分で決めることができる。そうですね。なんかいいんじゃないですか、これね。うん。なんかこうね、イケてる女。ね、そうですね。はい、これで次いきますよ。次はですね、こんな感じです。バーン。はい、これはですね、あなたがしなければいけないこと。これはですね、聖杯の王様。この人はですね、あれですよ、誰でも受け入れちゃう男性。ね、プレイバーイ。
ですよね。はいはいはい。まあ、そんなのがいるんだって。うん。どうぞ。ああ。で、これ、変えられない未来。はい、ベベーン。これはですね、うん。はい。選べる厄介者。そうですね。もう、厄介者です。だから、なんでしょう。婚活じゃない、なくなっちゃってますね、これね。もうね。うん、そうそうそう。だから、もう、なんかちょっかい出す、手広い野郎がいます。手広い野郎がいます。だから、あなたはですね、自分が、恋人になるか決めることができると言ってますけど、向こうはもう他にも女います。うん。俺は変えられないことです。はい、はい、ね、そうですね。そうですね。タモリさんね。はい、で、これ、ほらね、まあ、今、現在、あなた置かれてる状況、バーン、間違った行動。そうですよ、剣の7、間違った行動です。もう、これはですね、もう完全に間違ってます。もう根底から間違ってるんで、で、これがあなたが知ってしまう行動ね。はい、これですね。うん、聖杯の3が逆位置。これはですね、プレッシャーを感じながらもなんとかやっていける仲間で終わらせてください、もう、これは。本当にね、もう、婚活関係なくなってます、もう、2つ目を選んだあなたも。はい、これがですね、邪魔してることね、邪魔してることはですね、金貨の6、これはもうギブアンドテイクね、お互いに優先的なことがありながら持つ持たれつね、もう家庭がありがながらの持つ持たれつとかそんなやつですよ、こんなのね。はい、でこれがね、最終的なね、これが邪魔してることね。でこれがね、最終的な落としどころはバーン、はい、もう信じる女性ね、本当にもうほぼもうね、1番目と出たカード一緒じゃないですか、シャッフルしててもね。はい、こんな感じですね。もうあなたの婚活最善策、これもですね、もう婚活どころじゃないですね。もうこの振り回されちゃダメですよ。もう振り回されてしまうんですけどね、流れでね。うん、ですね、もうあなたの最善策ね、婚活になっとらん。はい。ナットラン、なんかあれですよね。あれですよね。なんかなんか、ね、磯野波平さんみたいですね。バッカモンカツオそうですよね。本当にね。カツオくんですよ。まあね、そんな感じですね。ですね。まあね。じゃあ次ですね。3つ目いきましょうか。まあね、3つ目ね。ちょっと婚活らしい婚活を見せてもらいたいですね。そうそうそう。まあそうですね。ちゃんとほら、結婚相談所とかの人もいなきゃダメだよ。なんだかね。はい、3つ目に向かって、ガーッ！そうね。まあまあ、そうか、結婚相談所とか行ってもさ、なんかあれだよな、なんか、わ、なんか、あの人が一番素敵なんつって選んだら、やっぱりあれだよな、結婚相談所に登録してて、なんか、女食いまくってるやつ系にゃ、にゃ、うん、そうですね、うん、そうでしょう、ね、そうですね、まあね、ソニックさんです。ソニックさん、うん、ソニックさん、うん、ソニックさん、うん、そうですね、昨日はですね、イタリアワインのね、なんかバローロがですね、まあ、やっぱとてもなんか安くて、なんか11ポンドでね、バローロね、いや、美味しかったね、俺はね、なんかね、そうそう、うん、なんかね、もう冬はね、赤ワインの強い、度数の強いワインを飲んでしまう、そんなソニックさんですね。はいはいはい、ね、よいしょっと。まあ、ね、はい、頑張りましょう。ね、YouTube でね、お金持ちになってね、ワインセラーを、ね、ちゃんと地下室設けられるように頑張りましょう。はい、行きましょう。はい、これがですね、まあ、なんか、三つ目ですよ、三つ目。そうね、ちょっとね、はいはいはい、うい、ちょっと。うん。ね。そうですよ。はい、行きますよ。ととえ、はい、行きますよ。これがですね、ももちゃんです。これがですね、はい、行きます。これがですね、はい、まずあなたの置かれてる状況はですね、これをですね、骨折り損のくたびれ儲け。そうですね、婚活なんですけど、いきなり骨折り損のくたびれ儲けです。これはですね、別れは決定してしまったんですけど、引き続き相手の機嫌取り、そういう状況みたいですよ。聖杯の9が逆位置ね。じゃあこれがですね、まあ、次のカード見ましょう。これはですね、あなたがしてこれが大きな流れであなたがしちゃなんかやってしまうことね、するべきこと、これがですね、まあ、欲望のね、まあ、悪魔が逆位置、これはですね、欲望で動けない、うん、そうですね、誘惑で動くことができない、こんな感じですよ。なんかね、まあ、変えられない未来、バーン、これはですね、あれなんですよ、剣の4が逆位置。剣の4の崖が空中はですね、これ、自分からね、かろうじて連絡が取れるんですけどね、これがですね、ういしょっと、ね、ソニックさん、アンチョコ、そうですよ、ソニックさん、アンチョコはですね、とても役に立つんですね。これはですね、剣の4の逆位置というのですね、ときめくんですけど、後ろ盾があまりにも大きいので、うん、でも知り合いで終わらせる、そうなんですよ、後ろ盾が大きくて、知り合いで終わらせる、ね、なんかもう、うん、なんかこれもまた婚活って感じじゃないですね。
うん、難しいとこですね。はいはい。まあ、とりあえず行ってみましょうか。これ自分で行動してしまう流れ。バーン。はい、これはですね、運命のあの逆位置。うん。これはね、幸運のサイクルに乗れてません。そうです。運命の方が逆ですからね。うん。だからもう敗北がほぼ確定してるんで、慎重に動かなきゃいけない。ね。そういうカードですね。はい、じゃこれで次行ってみましょうか。はい、これがですね、バーン。はい、自分でしてしまう行動。これはですね、選べる男性。うん。選べる男性が、いるんですけど、この人はですね、もう選ばないことが決定してるんです。あなたを選ばないのが決定しているんですけど、話を保留してる。うん、そんな状況ですね。うん。で、これがですね、邪魔をしてることは、まあ無理ですよってことですよね。これは邪魔をしてることがですね、動く決意。そうですね。釣られた男が逆位置。釣られた男が逆位置というのはですね、考え方の違いから動く決意をする。そういうことなんですよ。これが邪魔してる。うん。だからほらね、動かなきゃいけないんだけど、邪魔しちゃってね、これも動けないでしょ。うん。で、最終的には、どこが落としどころかというと、長いものに分かれる。これもまた権力ね。うん、権力があって、権力があって。だからこれもまた、あれですね、だからそのね、この王様がね、まあ、家庭があったりとか、もうそういう状況ですよ。もうでもどうにも決まらない。うん、婚活、あなたの婚活最善策、これも打つ手なし。うん、厳しい。本当にね、もうそうですね、もうどうしようもないもんな、どうしようもないですね、これですね。うん、はい、うん、3連発、ね、どうにもならんですね。まあまあまあ、まあ、しょうがないです、これですね。もうタルトさんが言うんだから、そのままや、そのままでしょ、うん、そのままよ、ね、そうですよね、そのままミアですよね。はい、じゃあ次4つ目いきましょうね。もうサクサクとね、もうソニックさんをただ単にもうタルトさんが言ってることをお伝えするだけなんでね、そう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 、うん、ね、うん、そう、ね、ひらひらしてますけどね、そうそうそう、うん、ね、ちょっとキラ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 ギラギンギンギラギラソニックさんですね。はいはい、4つ目に向かってゴーそうね、うん、あなたの電気の秋葉原佐藤目線、はい、はいはい、いいですよねね、オッケー、イエーイ、ソニックさんは子供の頃は毎日アホみたいに歌歌ってた。今もそれほど変わらないよ。おお、わお。ね、そうですね。はいはい、行きましょう。そうね、ねはい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 、ちょっとね。オッケーオッケー、よし頑張っていこう。よいしょ。はい、じゃあですね、もう4つ目いきましょうね。婚活。婚活ってほらみんなさ、まあ、あれやなんかこうなんか思い人いるやんこれ。まあね、まあ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 、そうですね。まあしょうがないよ、だってね、なんかさ、オキパイとしてるとさ、あなたの心が、まあ、なんか一人の人間占めちゃってたら、タロットさそれ以外は基本的に拾わないからね。うん、そんな心ってあれだよ、一度にあんなマルチタスクできないからね。うん、そうそう、ね、みんなそう、うん、そこら辺を理解してほしい。うん、なんかよくね、なんか次のなんかあれ、別れてもいないのに次の人とか聞かないで、本当に。うん、本当あなたの心それに埋まっちゃってるやんっていうところがね、うん、ありますからね。そうそう、はい、もうね、うん、そんな都合いい話はないのよ、忘れてから来て。本当にね、はいはいはい、ちょっとまあね、うん、まあ一応ね、裏技なんだけどさ、なんかね、その次を見る聞き方がね、なんだけどあんまりいいことじゃない。はい、行こうか。まあ、はいはいはい。よいしょ。これがですね。はい。まずですね。まあ、ね。これはですね。ね、さっきほらね。正位置は間違った行動でしょ。剣の7。剣の7がね、逆位置。これはですね、妥協で楽になる。妥協でね、流されるまま少しだけ関係を進める。ここが今はね、あなたの置かれてる状況ですね。はい。で、これがですね、まあ、これが流されるまま、なんでしょうね。婚活なんでしょうかね。本当にもう、どうでしょう。はい。これがですね、あなたのしちゃうことね、するべきこと。これはですね、新情報、新展開。うん。これいいじゃないですか。これはなんか、婚活の話っぽいかな。ここまではね、自分から動いて展開を作んなきゃいけない、そういう感じですね。剣の騎士、剣の騎士はですね、王様の命令でですね、なんかいやお前もなんか仕事を取ってこいってピューってやんなきゃいけないところなんですよ。そう、じゃこれがですね、あれです、うん、変えられない未来、バーン。これはですね、縛りのない安心、うん、条件のない安心、
そうですね、これはですね、うん、まあ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 、これもどうかな、うん、婚活ではないですね、これもですね、うん、結婚するんだったらこう縛りあるところに行きますからね、縛りのないところに行っちゃいますね、うん、あ、そうそう、はい、じゃあこれ行きましょう。これがですね、あなたの婚活最善策、置かれてる状況で、ね、自分で行動してしまう。はい、現実と噛み合っていない。まあ噛み合ってないですよね、だってもう縛りのないところに向かいますからね、現実と噛み合ってません。婚活でも何でもないですね、少しだけ新しい関係進んでますしね。はい、でこれがですね、あの実際に行動してしまうことはですね、はい、うん、放棄する。そうですね、うん、これはですね、判決が出る前に自ら手放す。そうですね、うん、放棄する、うん、ね、いらんわ、ジャッジメント、ね、正義、審判が逆位置ね、うん、そうそう、で、まあ、じゃあね、そうそう、でこれがですね、邪魔してること、邪魔してることはですね、うん、チームメイトんですよ。棒の4はですね、関係の浅い間柄、うん、うん、そうそう、でも知り合いなのが邪魔、うん、そうね、知り合いなところから少しだけ関係進もうと思って、うん、まあでも最終的にどうでしょうね、見てみましょうか。これバーン、最終的にはですね、うん、権力の後ろ盾ね、皇帝のカードが出ました。これはですね、権力の後ろ盾があるんで、そうですね、どうなんでしょう、縛りのない安心、権力の後ろ盾、関係が浅いのが邪魔、邪魔、邪魔、どっちかな。バックカード見てみようか。うん、だからね、これバックカード、バーン、うん、宣言できない。これはですね、誓いを立てることができないのでね、もうそのままの関係でいくみたいな感じですよ。いいですか、金貨の、ね、あれですね、従者逆、ね、金貨の従者逆、ポン、ですね、これがですね、うん、はい、誓うことができないので、関係はそのまま、うん、これね、実はすでに付き合ってるんです。はい、うん、そうそう、うん、まあ、そんなとこですわ。あなたの婚活最前線。うん。てか、あれだね。婚活というよりも、皆さんの、セーカムスタンスだったね。置かれてるね、現状だったね。もう、そんな感じ。にゃん。うん。まあね。まあ、タロットさんは、そのままのことしか言いません。みたいな感じですね。はい、まあ、みんな、自己確認できたと思いますね。そんな感じですね。はいはいはい。以上、今日ここまでよ。ポン。ね。はい、ソニックさんですね。ソニックさんは、やつれてるからこうなんじゃないんですよ。なんかね、最近髪の毛が変に伸びちゃってさ、うまいことこう、ゴムバンドで言うわけないんですよね。そうですね。はいはいはい。襟巻きとかじゃないんですよ。ソニックさんですよ。ね。はい、ですね。はい、タロットライブ、日曜日と水曜日にですね、ソニックさんがですね、リアルタイムですね、占いやってますからね、ぜひとも参加してください、皆さんね、うん、そうそうね、先着3名様と、投げ銭、上位10名、そして、まあ、途中に2回、占いタイムがね、1時間経過とラストにあって、で、あと他に、1から9の番号を選んでね、そこで当たった人が、占いをしてもらえるという、なんかバルチャンタイムというのがありますけどね、そんなとこでね、参加するといいと思いますよ、ってか、どこ見てんの、僕は。猫とかがさ、なんかよくわかんないとこ見てるときあるよね。はい、ソニックさんですね。はい、じゃあ、まあ、そうですね、ここならで占いやってますね。まあ、いつもね、いつも埋まっちゃうんだけどね。まあ、隙があったら、ソニックさん、なんか今日空きがあるじゃん。ぴょん。ポチッとするといいよ。ね。な感じ。うん。あとはね、ここタロット学ぶところで、ね、今日また丁寧にね、説明しましたけど、意味をですね、メモるとですね、ソニックさん解釈。で、もうタロット、バーって意味わかるから。今までね、タロット勉強したけど、いや、結局意味わかんなかったっていう人がね、やっぱソニックさん解釈でね、意味わかったわかるわかるから。そうそうそう。うん。ソニックさん、頭いいんだぜ。そうそう。ね、そんな感じですね。まあ、はい、じゃあそんな感じですね。あとお友達またね、リンク貼っとく。あとソニックさんもね、チャンネル登録しよう。ピヨッ。ね。うん、約束だ。ね、そうですね。まあ、ソニックさんのチャンネル登録をするといいと思うよ。ね、オッケー、行きましょうですね。はいはいはい。トゥナイヤ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 ディア。トゥナイヤディア、このままでいいのか。トゥナイヤ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 ディア。トゥナイヤ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 ディア。あれディアいや、そうじゃなくてさ、ディアもしくはこっちか。じゃあ、トゥナイヤ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 ディア、トゥナイヤ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 ディア、そんな感じかな。はいはいはい、まあ、ソニックさんでしたね。うん、あ、ちょっとで、まあ、そうね、はい、まあね、うん、ね、少年隊ね、そうですね、うん、はいはいはい、うん、はいはい。
まあね、まあ、あのね、もう筋肉少女体の方が好きです。な感じですね。まあ、すぐにお会いしましょう。See you! チャオ